あ、なんかタミチャレで早い人がここにいてますけど、さっき見てましたけど、はい、よかったですね。はい、おかげさまで。なかなかのテールスライダーで、いや、あれよね、我慢できん、我慢できん、いや、ね、うまいことテール流して、あれでコーナリングスピード稼いでるという。そう、見えてました。見えてました。あの第一ヒートから。ありがとうございます。巻き巻きですわ。いや、さすがっす。ありがとうございます。次は直樹さん一緒にしましょう。レース終わってから やる？やります？出そうかな。いや、めっちゃやりたかったもん。ただちょっと雨がね。あ、お前ね、ほんまやね。どうやね。はい、タミチャレ TQ ですか。わかんないです。1回目2位、で2回目1位。はい、ああ TQ かも。かも、はい、あ最終結果、はい、ね。まあ、勝手になんか前田アナのカメラに撮ってますけど、どうなるでしょうか。まあ番外編ということで、はい、はい、だ化粧も頑張ってください。はい、ありがとうございます。こちらがビートップス店長徳丸氏。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は結構人集まっていい感じですね。そうですね、天気もなんとかいけました。もちそうですね。最後までよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、あこちらはビートップスの、常連のかなり早い山下さんですね。こんにちは。お疲れ様です。これなんか大事そうにしてますけど、マシンは何ですか。おっと、これはこれは噂の何ですか。 800R オーソマティックですね。はい、 800R。 おお、日本でまだね見れない車をなんと今日ビートップスで見ることができました。どうですか、前の MMX クラブで。もっと低重心。低重心。まあね、山下さんもね結構腰低いんでね、いつもお世話になってます。結構うまいこと言いましたかね、僕。次ですね。はい、頑張ってください。ありがとうございます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。映って大丈夫ですか。いや、大丈夫です。大丈夫ですか。いや、僕ね今ねいろんな人のピット見てるんですけど、ちょっと目についたアイテムをねちょっと取材しようかなと思って。僕がこの目についたがね、これタミチャレですよね。 TA08 そのタイヤがこのホイール、オフセットが深いですね。これ2ミリですか。2ミリですね。2ミリですよね。これで車幅を広げてると。いや、もうこれ家に転がってたの使っただけなんで。あ、なるほど、なるほど。意図はないです、ね、かなり経済的で。でね、横幅が広がるということは、まあ、一応安定感が、ね、いいといいんですけど、もう一つですね。もう一つですか。なるほど。苦労してます。なるほど。ほんならもう六角幅を2ミリとかにしましょうか。あ、もうさらにね、半端にしましょうか、ね。はい、ありがとうございます。ビートップスの特徴としてこちらのロングコースですね。ロングコース、そしてこちらにショートコース、まあ、オンロードでもね2面あるサーキットということで、比較的ショートコースはタミチャレとかね、こちら初心者クラスであるゼロというクラスがあるんですけども、そちらがね盛んに行われている、比較的、まあ、車も壊れにくい、仕切りも低いんでね、走行しやすいサーキット。対してこちらのロングコースは、まあ、全日本選手権もね過去に行われたことがあるということで、まあ、今日はね雨上がりなのでちょっとグリップ的にはねちょっと うーんな感じなんですけど、まあすごくね、テクニカルな感じで攻めがいのあるコースとなっております。こちらの TA08 が、先ほどタミチャレクラスで、おそらく TQ
を獲得したと思われる、松谷選手のマシンですね。なんか特徴があるでしょうか。ズーム、青いのんとカーボン柄、非常にタミヤらしい美しい車となっております。これはフロントが、あ、デフ、あ、しかもちょっと結構柔らかいですね。これは10万番あたりですか。なんかね、分からなくなりました。抜いてしていった。あ、なるほど。いや、10万じゃないな、30万あたりぐらいかな。あ、とりあえずまあギアデフなんね、フロントは。いや、もうまあまあリアスプールとか言ったら、あ、素晴らしい、引っかかりのない素晴らしいデフでございます。こちらはエグゾテックのボディの R8 っぽいやつですけど、これでタミチャレを走ってるわけじゃないですからね、お間違いないように。あと、おっと、 NSX、 これはあれですね、あの SC のモービルのステッカーを流用してますね。さすが。いや、懐かしいですね、 SC モービル。抽選会と表彰式ですが、雨降ってますので、このピット内でやりたいと思いますので、まず皆さん、あの、撤収される方は先撤収してください。今日のビートックスのレースですが、あいにくの雨がやってきて、現在決勝ディレイしております。結構降っております。その場合、予選の結果がなんか総合順位ということになるんですけども、ここでなん、タミチャレなんか A メインに残ったという噂の噂やね、ほんま事実、事実、マジ。もうね、正直言うとね、計測ミスなんかね、本人ね、ニコニコのね、これ、前田アナ、はい、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます。初見、初見 A メイン、初見タミチャレ、はい、初めて走らせて、走らせてなんと6位、 A メイン、これ奇跡と言っても、まあ、あの、今年最大のサプライズ、サプライズ、はい、これね、まさか、まあ、失礼ながらもね、私もね、あの、1ミリたりとも予想はしてませんでした。いや、めっちゃマジ驚いてましたから、うん、ない、3ドルぐらいしてましたからね、うん、だってビリじゃなかったらいいかなと思ったもんいや、本体で言うとビリでなくてよかったねって言われた時に、うん、誰に言うてんのと思いました。おっと、おっと、まあね、せやからめっちゃ雨降ってきましたあら、これ天気予報士なのにこの雨、いやいや、これは予報してましたからね。どういうことですか、これ。いや、こういう、だからもうこれでシードされてるんで、もうこれで終わろう、6番で終わり。これですか、この AMA のことは。車、これ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 、ピットがめっちゃ汚いんですけど。いや、これいつも通りです、デフォルト。ありがとうございます。こんなもんです。いや、綺麗な方ですね。あと、こっちは、あ、これスーパー GT 最下位です横もの人ももう見てられません、見てられません、見てられません、ということでね、北川さんとか見てられませんいや、僅差ですから、僅差、ね、接近戦ですから。今日のね、スーパー GT 結構ね、上位争いもすごい僅差でしたもんね。そうだからね、あの、この後 B からの勝ち上がりもあるんで、ええ、いや、これね、このこれで勝ち上がれますかね、この雨で。ねえ、もうだって向こう水たまりになってるんじゃないですか。ねえ、けど空は明るいんでね。まあね、まあまあ、まあね、すぐやみますからね、まあ、諦めずにね、ちょっとしばらく、まだ時間も早いしね、まだね、ちょっと、あの、大橋ラーメン行くにはまだ早いんでね、行くんですね、ラーメン、そりゃそうです、デフォルトです。ありがとうございます、まあ、とりあえずね、このタミチャレ、まさかの A メイン、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、素直に、あの、おめでとうございますそれではまたね、あの、番外編、ピットウォークしてまいりますこの雨の中、多分決勝が諦めきれない、これ山下選手ですね、これウォーマーがかかってますね、まだ。あ、で電源今オンしたんですかオフオフ
オフ。この、こちら GT500 の500にさっきの 800R を投入してた。ねえ、なんかレース終わった後に山下さんにちょっとだけやらせてって言おう思ったんだけどね。まだ諦めてないね。 800R ちょっとドライブしてみたいなってそれ剥がしてくださいね、それ走るときはねはいはいはい、さすがに、この雨模様ということで皆さんがね片付けに入っておりますが、おっとこれは芦田選手のこのボディはタイプ A ですね。タイプ A ですね。タイプ A で車 MT です。なるほど、無限です、無限、はい、無限 MTC2 ですね。そうです、これはスーパー GT ですか。これはの500、あ、 GT500 の予選は何番なんですか。予選3番です。あ、3番、はい、あ、それのこの3番ですね。そうです。あ、雨降ってラッキーってことです表彰だけと2000連続です。あ、なるほど、表彰台、はい、芦田選手にとっては恵みの雨のようです。はい、ありがとうございます。さあ、こちらはトラ柄で、まあ、有名なキリッちゃんですね。キラー先生、このトラ柄、もうこれトラ柄といえばキリちゃん、もう長いことやってますよね。もう完全にマイカラーですよね。あのね、チームタイガーっていうのが関東にありまして、そこもねトラ柄なんですよね。そこともちょっとなんかあのフェイスブックでつながってる。おっと、トラつながり。トラつながり。情報化入れる。なるほど。まさかの SNS でチームタイガーと元祖トラかタイガーからのキリジャン選手のつながりがあるという SNS って素晴らしい。はい。このトラ柄のボディなんですけど、まあ、いつも、まあ、僕も見てるんですけど、塗装にだいたい時間どれぐらいかかるんですか。半日じゃないですか。あ、半日で済むんですか。あの筆で島のから、あ、これ筆ですか、うん、あ、なるほど。ということは2度と同じボディ作れないという、ね、そういうことです。あ、2冊通して同じ柄はないんですよなるほど。そうですか。これたまにやってますか。あの、うるせえやつらのファンなんですかとか聞かれませんか。いや、これあの姫路方面行くとダムちゃんカラーと呼ばれてる。あ、なるほど、さすが姫路方面。なるほど、そう言われて、まあ、そうですよね。普通にダムちゃんカラーと言われても、こっちは普通にタイガースカラーと呼ばれてる。タイガースカラー、タイガースとファンでもないですよ。なるほどね。あ、ちなみにどこのファンなんですか。いや、野球は別にいい。あ、どうでもいいと。ラジコン命やと。いや、あ、なるほど。まだあの世界でやる分には日本を応援できるかですよね。あ、なるほどね、WBC ね。あ、もう僕的にはね、やっぱりこのカラーであって巨人ファンって言ってほしかったですね。ちょっとあまあ、キリちゃん真面目ですよね。いや、うちの親が阪神ファンやから、ね、無理やり言いましたね、前田アナは、ね、阪神ファンらしいんでね、まあ、サンテレビの、ね、アナウンサーなんでね。カノさんというのもね、自然と、はい、なんか晴れてきましたね。この後ちょっとまたとどめが来る。いや、ね、ネガティブじゃないですか。レースやりましょうよ。最近の天気予報正確なんですよ。困ったことに。はい。またあの TM でもまた遊びましょう。またいろいろ教えていただきます。いや、こちらこそ。あ、そういえばスピキンは出るんですか。いや、まだまだなんでちょっと。いや、何言ってるんですか。出ましょうよ。使用してから。あの TC1 と TC2 とどっちも。TC2 があのメカを買わないと。ああ、そうやね。さすがにね、そうやね。スピキンはね、さすがにね、あのパワーユニット買わなくてもね。これで運転させます。ですよね。はい。ちょっと遅いのはあります。ですよね。いや、ぜひやりましょう。はい。ちょっと予算が今あんまなくて。いや、あのラジコン持ちすぎです。はい、ありがとうございます。おっと、現在なんか太陽が、奇跡の太陽が出てきました。ただ路面はまだ、まあ、完全なフルウェット状態ということで、各選手がね、なんか、掲示板の前にみんな集まっております。
みんな予選の結果をどないやねんという感じで、さあ、ここに音から炭谷少年ですね、これ。炭谷少年と少年一発目逃避行動してたからね、これね。おっと、これおパッと見たこれ実は小川の兄貴。これは小川の兄貴。これはおい忙しいね俺は。兄貴久しぶり。久しぶりやね。元気ですか。元気。ああ変わらずです。兄貴のね、僕先走って見てましたよ。あのカーズのカーズの車でしょ。そう。どこのやつ？え？神倉？いや先の。あ、先の。ふざけたカーズね。うん、カーズね。え、よかったでしょ。おー、なんか、ちょっとね、トップにチャレンジするのちょっと足らんかったですね。そうですね。ちょっとね、曲がらへんしね。ね。あのボディじゃなかなか。マクラーレンセナーですよね、あれね。うん。勝つのはしんどいから。あ、なるほど。まあそこはね、兄貴のちょっと老練なテクで。いや、こんなのね、決勝できたいんですけどね。決勝したいんやけど ね。こんだけ晴れたんやからね。したいんやけど、どこまでね、落ちかわからないしね。ね。まあ晴れること期待しましょうか。はい、ありがとうございます。今回の予選がこちらですね。おマジや、6位前田勝久。お前だささやかれております。前田さあ、各クラスの総合順位出ております。おっと、先ほど、第一ヒートなんかコンビニ行っててっていう大チョンボを犯した、炭谷少年もいくつになったん？25です。だからもう青年やっちゅうねん。もう少年じゃなくなったん。心は少年なんで。少年やね、まあ、見た目もまだ少年やしね。学ばないよ。せやんね、30まで少年でいこうかな。お前、まあんまり見た目変わらないしね。お前バレる。少年ね、さっき徳丸さんも連呼してましたけども、ここで行われたスポーツクラス全日本の懐かしいですね。だいぶ古いですね。ねえ、2016年って、今が7年前。すごい、7年前。過去の栄光で。いやスポーツクラスね、今はまあタミグラの王を中心に活躍しているということで、はい。今年もクライマックス A ですか。そうですね、一応 A 認定で。河野パイセンに勝てますか。無理です。早すぎます。富田勝重に勝てますか。勝ちたい。勝ちたいけど勝てない。勝てない。頑張ります。さあ。ね、YouTube になったんですか。いや、これね、前田アナのね、カメラをね、勝手に番外編でね、撮ってんねんけどね。勝手に。ほんまに勝手に。もう無許可で。無許可で。さあ。おっと、ここで、店長徳丸さんから、今日のレースはこれにてお開きとの宣告が出まして、ただいまより表彰式と、抽選会が行われるみたいですね。どんな商品が出てくるのか